どうも、かつやしです。今日はですね、またまたね、楽しみな買い物をね、してきましたよと言ってもですね、洋服とかじゃないんですけども、以前ね、無印良品と確かその時もセリアだったと思うんですけども、1000円分買ってみた、みたいな感じの動画があったと思うんですけども、今日もそれですね。まあね、なんでもね、楽しくですね、声を張ってね、元気に行きたいと思います。ということで、まず無印良品とこちらセリアでございます。どっち 先行こうかなセリアの方から先行きたいと思います。セリアでですね、まずね、1つ目ね、こちらです。デニム、デニム風だったかなデニム風のスリッパでございます。こんな感じ。デザインがね。 いいんですよこれあの今ねトイレで使ってるんですけどもこれ同じものまた買いました大体ね23ヶ月に1回交換するような感じでですねトイレ用スリッパという形でですねこれ108円安いですよね続きましてねこちらなんですよ S 字か S 字フックですねこんな感じ結構大きくて今ね向こうからねこのカバーいっぱいかけてるんですけどもこれね一応 S 字 フック使ってるんですよこんな感じでこれちょっとちっちゃいんですよねちっちゃいからもうまとめてねガサッとつけたいということで少し大きめのタイプを購入です一応ね元からあるのがこのね最初に見せた分とこのああ飛んだ飛んだこの手のタイプちょっとちょっとちょっと違いがちょっと違いがあるんですよねで これだったらね、カバンとかもね、あんまりたくさん一気にかけられないということで、やっぱり大きい方が、何でも大きい方がいいんじゃないかなということで、ちょっと巨大なね、S 字フック、キッチン S 字フック C と書いてございますね。これを開けて、ええっと開けて開けて開かないよ。あれ、なんで <laughs> 穴を開けてしまおう。穴を開けてしまおう。開いた。もうなんかね、ボロ、ボロボロに開けた。ボロボロに開きました。あこれ結構いいじゃん。で、えっとね、 こういうふうに使おうううううと思うんですよこういうふうに使ったら持っているねバック類ねいっぺんにガサッとねかけられるんじゃないかと思ってこれ全部いけますよこれ全部いけるこれこれ素晴らしいこれめちゃくちゃ大概ねこういうことになるわけですよはいということでね気を取り直してこんな感じこんな感じでつけられるので このの巨大 s 字フックいいですねあのデニムとかもね普通にベルトループとかだったら多分23本かけられるんじゃないかなってぐらいの大きさですねこれ気に入りましたこれほんとめちゃくちゃ良かったということで次は無印良品ですねこのねハプニング系ハプニング系あるじゃないですか僕結構自分自身ハプニング系好きなんですけども無印良品結構大量に買えました1000円分でもねいろいろ 買えるなとか思ってでねあのー、まあメインはねこれなんですよまたこの携帯用メガネ拭きやっとあったのでね買ってきたんですよメガネがねめちゃくちゃ綺麗になるので今ねそうだな今まあこのメガネでいいかこのメガネね若干若干曇ってるんですけどこれほんとね綺麗にね取れるんですよね汚れがこう私違うなあとメガネ拭きあるとな々も買ってたらなんていうかなこうお母なんが伸びてるだけみるいな汚れ伸びてるみたる時にあかん ピカピカ多分,分からないかもしれないけどいやこのね携帯メガネ拭きはね非常に重宝しているんですよしかもね値段がねいくらだったっけ80円です続いては続いてはこちらですまたねポーチポーチでございます無印良品の リュック買ったじゃないですか。で、ペンケース、ペンをね、入れるところがないんですよ。そしたらやっぱペンケース欲しいなと思って、このね、クリアーケースを購入いたしました。これもね、結構安かったんですよ。99円。100均より。 ちょっと安いい円でございますこれにえー、っとじゃあちょっと何サインペンみたいな感じのものと,、えー、っと蛍光ペンみたいな感じのものと僕お気に入りのねこのねダイソーの熊のねプリントがされているものなんですけどもこれね入ると思う入るとはもういけると思ういけると思うあ入りましたね行きましたねこんな感じこんな感じでございます 一応ね、黒ベースと無印のあの、無印独特のベージュ白っていうのがあるじゃないですか。まあ、それのね、二色展開だったんですけど、僕はね、この、ダークグレーか、ダークグレーの方をチョイスいたしました。これ、すっきりまとまって、なかなか良くないですか気に入りましたね。続いてなんですけども、えっ、ー、とね、おやつ。やっぱりおやつ必要ですよね。おやつはね、一つ目これです。前も買ったような気がする。クラックプレッツェル。 プレッツェルですね。プレッツェル。プレッツェル。クラックプレッツェルのチョコレートの分ですね。これはね、本当にね、リアルに美味しい。リアルに美味しいけど、こんなんもう一袋すぐなく,なくなってしまうんで、こんな感じですね。うん。うん、うん、うん、うん。やっぱこのチョコレートのね、味いいですよね。かなり好き。これ安いですよ。これまた。えっとね、いくらだっけ ?100 円でした。めちゃくちゃ安い。100円ですね。で、 結構ね、僕ね、好きなのね、これ。<laughs> 柿の種に、このチョコレートのコーティングをしているもの。これね、好きなんですよ。まあ、動画にはね、あの、普段は出さないんですけども、これはね、もう安定の美味しさですね。安定の美味しさでございます。なんかね、打ち負けそうで怖いな。ちょっと安全策をとって横から行こう。 安全策をとって、ななんんかち負けそうなんですよねさっきのあの SG フックの件もありますのでまあねあの中身は普通に柿の種のチョコレートでコーティングしているものなんですけども <laughs> このね柿の種のピリ辛の味があるじゃないですか味それと甘いチョコレートがなんかねすんごいうまいことねこうなんていうかミックスされてこれめちゃくちゃ美味しいもうこれもね僕ね 下手したらほんと数分で食べきってしまうので少しずつね楽しみながら食べたいと思います。香ばしい柿の種にチョコレートを薄くかけました。辛さと甘さの両方を楽しめます。楽しむ。最高ですね。え、続いてなんですけど視聴者さんからね教えていただいたこちら。ごぼう。ごぼうのポテトチップススナックかな。これはね、美味しいですよって。 化学調味料を使わず自然を生かして、自然じゃない、素材を生かして優しい味に仕上げました。これはどんな味がするんでしょうかあー、なるほどね。こんな感じ。薄い、こう、なんていうかな。こんな感じの揚げ、揚げ餅みたいな感じですかね。うん。めちゃくちゃ柔らかい。美味しい、これ。美味しい、これ。え、これ、すごい美味しい。 教えていただきありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。これ、あっさりしてる。あっさりしてるし、軽いんですよ。うん。うん。美味しい、これ。ちなみにね、さっきのこれ、言うの忘れてた柿の種、チョコ、これが百二十円でしょ。で、ごぼうスナック、百円、安い。 これは美味しい。まあ、そんな感じかなと思ってですね、最後、最後ですね、靴下なんですけども、僕、白い靴下が好きじゃないですか。まあ、たまにはね、いいかなと思って、こんな感じ。こんな感じのね、えっ、ー、と、言っても白黒な感じの、こう、スラブリブ靴下っていうのをね、買ってみました。久しぶりじゃないかなあでも 去年 JW アンダーソンのマルチカラーの靴下とかも買ったんで、まあ、白ばっかりではないんですけどもこのねオーガニックコットンのですねこうスラブっぽい感じのブラック白系な感じのですね、えー、靴下を購入まああのナイキのエアマックス97のプラスがあるじゃないですかこちらなんですけどもこれやっぱいいっすねこれにこれ合わせたらいいんじゃないかなと思ってこのカラーチョイスしましたちなみにね とね、二百245円でしたね。それとね、今回買ってないですがこれ、前、あのー、ライブ配信の時だったかな。レッドシダーのこの木製のね、これね、靴の中に入れておけば、消臭防虫効果がね、あのー、 何あるってことでですね。これね、無印売ってましたよ。何本入りだったかな ?20 本入りぐらいかな ?499 円でございました。これはね、個人的に気に入ってるので、まあ、全部の靴に入れてもいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、ということでですね、ざっとね、楽しみながらですね、やっぱりいいですね、この、ゆるい感じ。ということで、無印良品で、えっと、724円購入いたしました。で、セリアで、えー、216円ということで、両方で940円でございました。 まあ、0千円ね、切ったからね、ちょっとね、得した気分ですね。まあこんな感じでですね、もともとね、このね、こちらでございました。メガネ拭き欲しかったので、で、あとは、トイレのスリッパ、そろそろ交換時期かなと思ってですね。それからね、ほんと良かったのがね、これ。 S, S 字フックこれね結構個人的にねなんか色もかっこいいしおすすめですねあとはお菓子類無印のお菓子類はもうハズレがなかったしこれはもうもう絶対なんですけどもこのね教えていただいたねごぼうごぼうのスナック菓子むちゃくちゃ美味しかったです1,000円でね結構楽しめたんじゃないかなと思いますはいということでね今日の動画終わりにしたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございました もしあいいたします。あとツイッター、インスタグラムウ a アもやってますのでよろしければチェックしてみてください以上勝しでしたではまた見てください今日ではないんですけどまたねこれダイソーのねマスクこれ108円安いしあとねこれウイルス除菌スプレーもうねインフルエンザから身を守らないといけない風邪ひきたくない